全国1億5000万のビーグル愛好家の皆さん&174万3199人のうち、ビーグルと共に暮らす福島県民の皆さん、こんにちは。見た目と行動は永遠に3歳児、花火の音はとにかくビビっちゃうトラウマ抱えた9歳シニアビーグル犬、タル家の主バンゾンです。今回は2024年11月3日に開催した第2回福島ビーグル会のレポ動画をお送りします。第1回が今年4月下旬のゴールデンウィーク前半にエンゼルフォレスト那須白川で8家族9頭で初集合して以来、おおむね半年経ってからの第2回福島ビーグル会は、郡山市美穂田町にあるドッグランワンダーライフさんを午前中貸し切りさせていただいて、13家族16頭が初参加、合計21家族24頭のビーグルズが集合する実にオフ会らしい大規模なものとなりました。では参加してくれたワンコほぼ勢ぞろいの集合動画を背景に、一部並んでいない子もおりますので別写真にて、当日の参加全ワンコバンゾンの適当写真で申し訳ありませんが、到着順継承略でご覧ください。当日はご覧のように動画映えも素晴らしい青空に恵まれ、一度ほっと胸を撫で下ろしたのですが、10月下旬に季節外れの台風発生と秋雨前線の影響で前日までは雨模様、晴れたとて地面はびちゃびちゃ、ワンコはドロンコ必死だねと覚悟をしていたにもかかわらず、ワンダーライフさんの芝は水はけも良く、人もワンコも泥だらけになることもなく、こんなにありがたいことはありません。また同店内の焼き芋ムックでは、大量の焼き芋と大判焼きの発注に早朝から対応してくださり、感謝しかありません。参加者さんからのワンちゃんのおやつのお裾分けもいただき、人もワンコもお腹を満たし、わちゃわちゃと大騒ぎしながらもほっこりできるようなオフ会になってくれていたらなと思わずにはいられません。とはいうものの、当日は怪我を負ってしまったワンコもいて、あれだけの人が見守っていても初めて会うワンコもたくさんいる状況下での不測の事態に対応しきれていなかった面もあり、申し訳ありませんでした。人懐っこく遊び大好き元気いっぱいっていうのが一般的にビーグルのキャラクターとして思われがちですが、福島ビーグル界の中でも犬見知りというワンコが少なからずおりまして、普段はドッグランへはほとんど行くことはないという方が同一研修オフだからと勇気を出して参加してくれた例もあり、一つのきっかけ作りになってくれれば福島ビーグル界の意味はあったと信じています。イエス。ワンコの性格それぞれに楽しく遊べ、ビーグルオーナー同士であるある談義や情報共有をこれからもし合っていければななんて思っております。福島ビーグル界は特に堅苦しい組織化されたものは何一つありませんから、今後もゆるーく活動していくと思いますが、来年のゴールデンウィーク頃には只見地方でバーベキューキャンプ会があるかもしれない、さらに来年夏には福島ビーグル会サップ部始動という具合に計画段階の予定もいろいろありますので、福島ビーグル会に参加したいぜって方はぜひともチャンネル登録いいねしていただいてから、インスタグラムもしくはフェイスブックのビーグル犬タルアカウントに DM 送ってみてください。福島ビーグル会2回開催できたので再生リストも作成しますので、前回の記録も合わせてご覧いただきながら来年のビーグル会までお待ちください。
今回もご覧いただきありがとうございました。チャオー。